2日後にデビューされます。のりちゃんとこちらのため息ついてはる。なんかようわからへんですけど社長さんとひろゆきさんです。もう忘れたの。ひろふみさん。ひろふみさんですね。ありますか。山本ひろふみさん。伊藤ひろふみ。伊藤山本ひろふみさんと、もうなんか夢出てきそう。今夜乗るかもわからんよ。寝てもらう。どうか皆さんデビューされますんで、池田山で、池田山で、ここ池で、ね、場所は岐阜県の池田町でございます。池田山、ぜひ皆さんご声のほど一番お願いしたいのはそれでございます。お二人のことどうぞよろしくお願い申し上げます。その次に、ついでにこの方のお礼、ここどうぞよろしくお願い申し上げます。本日はどうもありがとう、ありがとうございました。ありがとうございました。なんか一言ございませんか。皆さん今日は忙しい中を、ね、本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。今日は皆さん集まっていただいてありがとうございます。これからも頑張っていきますので、岡村玲子さんとビビアとよろしくお願いします。作曲やってるんですけれども、本業はボイストレーナーと、あと演奏活動、ピアノの弾き語りでレストランとか結婚式場で弾いてるんですけれども、やっぱりパーティーとかいろんなところで週末歌っていますので、もう先ほど玲子さんの話してた話がもう痛いほど分かりますね。やめたいやめたいやめたいと言いながら笑って、今週もしっかり化粧して出ていくっていうことがしょっちゅうあるんですけれどもね。でもやっぱりこう皆様の温かいこの声援雰囲気の中で続けられたんだと思います。で今回2人もその辛さに一歩足を踏みかけたと思います。でも全然気持ちが強いので大丈夫だと思いますね。本当に、はい、もう素敵な方々だと思います。でもやっぱり夢は紅白歌合戦、私もその夢は持っておりますが、どうかこの4人をこのお店から出したいと思います。声援よろしくお願いします。